暑いですね。いやー、暑くなってきましたね。体すごく。体結構食われやすいですか。はい。で、めっちゃ食われましたね、今。やっぱり。ハトリ線香は今炊いてますけど、はい、スプレーとか欲しいですか、あれば。虫除けスプレー。虫除けスプレーありますよ。あ、マジっすか。で、しかも、そこ今あ、マジっすか、ちょっと欲しいっすね。これ、動線作ったんで。動線。すごいドヤ顔で動線。おっしゃ。ということでね、もう連休真っ只中に撮ってますけど、はい、どうですか、いろいろと。いやー、忙しいですね。忙しいですね。忙しい。何忙しい、もう。はい、もう忙しさから逃げ切れず、一周回って追いかけるみたいな感じですよ、忙しさを。そうですね。ってことでね、今日大好評だった、はい、編み地紹介。大好評だったんですね。はい、大好評です。はい、編み地紹介、こうなったじゃないですか。はい、あれが今、全部で、なんだろう、25とか26種類とかがある、はい、ですけど、そのうちの今、はい、まあ、3、4、5ぐらい、紹介していただいたんですかね。ちょっとアバウトですいません。はい、で今日その続き、はいはい、やっていきましょう。編み地も届いてますしね。はい。はい、どうですか、じゃあ、とりあえず、はい、準備しましたけど。はい。1つ目、2つ目。で、オレンジがあって、こう、エンジっぽいのがある。はい。これは何だろう、え、なんか。これもね、はい、なかなかあんまり見ないですね。はい。どうですか、見た感じ。え、何だろう、え、その、これまで習ってきた、あの、はい、カラターズ、あの、リブとかを、はい、なんか、の隙間ができたみたいな。あー、そうですね。難しいですよ、表現。まあこれはでも言っても、はい、天竺なんですけど、あ、天竺の針抜き編みっていう、はい、刺す針に、はいはいはい、杭を抜くとかの抜くで、針抜き編みっていう手法なんですけど、はい、まあその読んで字のごとく、使う針を抜いて、つまり使わないで隙間をこう開ける編み方なんですね。はい、なるほどね。このものすごい透け感が出るんですよね。なるほど。はい、でこの編み方の難しいところは、はい、やっぱりその使う針が少なくて身数も減るんで、はい、結構くたってした編み地になりがちなんです。いいっすね、中すごい外で映えますね、針抜きが。針抜きが綺麗ですね。かやみたいな感じだ。すごい、かやみたいな感じ、はい、すごい、透け感が出ていいんですけど、はい、あんまりそのくたっとした柔らかい糸を使うとふにゃふにゃになっちゃうんですよね。でこれ結構たまたまですけど、張りのある糸を使っていただいてるんで、こんな透け感があっても、まあ、ある程度形をこう保ってくれている、うんうんうん、確かに。糸の組み合わせもいい感じになってますね、うんうんうん、はい、なんでまあこれはあんまりその多分今全部の売り場探しても出てるやつあるかないかぐらい、まあ、季節的にもまあ薄いんで春夏向けですし、はい、あんまりそのよく見る編み地ではないんですけど、うん、いろんなところで、例えばその部分的にスリットの脇に出たりとか、実は細かいところで使われてたりする編み地なんですよ。例えば軽さを出したい時とか、はい、張り抜きでちょっとやってもらえませんかとか、あとはこれ普通のゲージ設定、まあ、ニットゲージがいろいろあるじゃないですか、はいはい、ゲージ、機械のゲージよりも太い糸を編みたい時に、はい、これだと針を抜いて針を一本間隔で開けて編んでるんで、はいはい、いつもより太い糸を編むことができるんですよ。なるほどね。でこの設定されたゲージ、設定されたとか持ってるゲージよりもちょっと太い 糸を無理やり編みたい時とかに、はい、この針抜きっていうので編むと、まあこれすごい隙間空いてますけど、はい、これがもう隙間がもうちょっと詰まってちょっと天竺っぽくなる時があるんですよ。あ、そういうのにも使える技法です、ね、そっか、はい、針が抜いてるように見えづらくて番手が太いのを使えるんですね。はい、そういうテクニックなんですね。そうです、そうです。でこれ天竺ベースの針抜きってことじゃないですか。はいはいはい。違う組織で針抜きもできるんですか。もうできますね。基本全部の組織でできるんですけど、あ、まあ例えば総針の針抜きとか、あ、リブの針抜きとかもできるんですけど、はいはい、まあ、それがちゃんとした編み地になるかどうかっていうのは、はい、まあ、ちょっと一石リブとかだとなりにくいんで、はい、そのもともと一石リブの場合は針を飛ばして編んでる、はいはいはい、そのあまりにも針数が少なすぎて編んでる、はい、ちょっとなんでこれ今1本ずつなんでちょうど等間隔、はい、間隔になってますけど、はい、例えばこの間の、はい、まあ、これ1の針抜きなんですよ、はい、1本ずつ針を抜いてる、はい、使わないで、はい、で1本使って3本使わないで1本使ってっていうのもできるんですよ、はい、そうもできるんですね、はい、リブとかと同じで。でもそうするとこの間の横の線が、はい、の間隔がどん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 広くなっていくんで、うん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 、もうただのその糸、ただの糸みたいになっちゃうんですよね。
そうすると編み地として成立しないので、まあ一日で使われることが多いかなって感じ。僕は結構好きですよね。透け感があるんですね。はい、針抜きの編み地お願いしますって言って天竺ベースの針抜きをやってくれたってことですね。そうですね。っていうのがこの針抜きです。多分初めて聞いたと思いますけど、うん、面白い。しかもこうこの針がある糸があるから、このちょっとこういうカーディガンとかでもいけそうな感じになってる、はいはい、けど、くたっとしたらもうちょっとこうメッシュみたいになるんですね、ネットの。ああ、そうですね。面白いですね。針抜きからの、じゃあ順番に、ね、あそうですね、いきますかね。これ、こうギザギザってなってて、はい、え、あ、ギザギザってなっている以上に、はい、以上に袋みたいになってるのかな。ああ、結構鋭いですね。鋭め？成長してるな。成長してきた。感じるな。成長期。遅いな。成長期が。もうこれ差が向きどっちなんですか。どっちですか。こっちが上で、はい、こっちが表かな。こうですか。こうですね。あ、これいいですね。こうやって持つ感じ。向きむずい。これは、振り。はい、振る。こういう振るっていう感じなので。振る。はい、振る。振るの。底辺に。はい。はい、あの、立つ。立つ。うん。立つ彦の立つ。立つ彦の立つ。振り柄っていう。振り柄、はい、これギザギザなことまさに。そうですそうです、まあ、これものすごく説明が難しいんですけど、はい、この機械の前と後ろのベッド、はい、まあ、主に前を、はい、がこうやって動くんですよ、はい、ガシャ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 って、はいはい、でこの前をこうガシャガシャガシャって動かすことによって、はい、このうねうねをガシャ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 って出してるっていう柄なんですよ。なんで、まあ、その編み方 の、 この仕組み自体は難しいと思うので、はい、まあ、それを理解する必要はないと思いますし、うん、かなり理解するの難しいと思うんですけど、うん、こういう柄が、はい、その振り柄っていうので作れるんだよってことだけ覚えておくと、こういう表現をしたいときはいいと思いますね。織物でいうと、あの、よろけ織りとかに近いんですね。ああ、いや、そこ、いや、なんか多分全然よろけ織りのことは分かんないですけど、うん、多分そんな感じだと思う。よろけてるって。よろけ織りっていうのはどういう織り方なんですか。よろけ織りっていうのはこうやりながら織るってことですか。よろけ織りっていうのは、そのやっぱ縦糸をピン立ったのをずらしながら打ち込んで、はい、こう密度を変えて、こうやっぱりこういう畝が見えるとか。ああ、いや、本当同じですね、それは、うん、多分ほぼほぼ、うん、同じというか近い考え方だと思います、うん、これはでも織物と違うのは、糸自体がやっぱりうねうねしてるっていうのが圧倒的な差異かなというか、はい、ああ、糸がちゃんとこれうねうねしてるんですね。密度で模様じゃなくて。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。織物はなんやかんや直角。こういう流れがあるってことですね。そう、流れができてますよね、しっかり。これは縄柄とかあるじゃないですか。ああ、はい、はい。これまた別なんですか、テクニックは。縄柄とは別ですね。じゃないですか。結構その、やっぱ見た目が派手なんで、はい、あの、結構特徴的に使われることとか。だからメンズだと、袖口のリブの上にちょっと入ってたり、ちょっと袖口として入ってたりすることが多いかな。探してみたい、これ。多分、ちょこちょこなんかメンズのなんていうんですかね、有名なディティールとして出てる時があるんで、探してみたら意外とあるかもしれないです。そうですか。はい、これじゃあ振り柄でしたっけ。振り柄です。振り柄っていう、はい、まあ、テクニックであり、はい、名称ですね。そうですね。そうですね。これは結構なんていうんですか、こんなのあるんだってなる編み方だと思いますね。こっから見るとまた面白いですね。ストレートからこう、あーって。そうですね。ギュイーン、はい、こう行って戻って戻りすぎて、戻って行って戻りすぎて、確かに中心は多分真ん中にあって、そこをこう中心に対してこう行ってるイメージ。ああ、なるほど。もうマリオカート状態ですね。はい、これでなんかもうこういうかぶりとか欲しいですね。ああ、でも、あの、組織的には、はい、ダブル組織2面、裏面と表面を使うダブル組織なんで、はい、やっぱしっかりしてますよね、編み自体が。裏から見ると、その表ベッドが動いてるから、はい、裏はあんま影響ないよって話ですよね。ああ、そうですね。まあ、多少やっぱりその、裏と表って全部繋がってるんで、はい、その引っ張られてるところがやっぱうねえ感が出てますね。はい、なるほど、なるほど。へこんじゃってんですね。はい、表裏一体ってことですね。ありがとうございます。うまいことまとめとして。じゃあこれが振り柄です。振り柄。はい、2つ目振り柄でした。ちょっとリロードしますね。はい。